耳から学ぶ。イエスの再び語りたもうた真理の御言葉。33。第4話。1。危機物語。第4話。我は真実の葡萄の木にして、汝らはその枝なり。私は私の平安をあなたたちにもたらす。私の平安はあなたたちのもとにとどまる。私は真のブドウの木、私の父なる神は働き手である。常に私の中にとどまり、私を通して働きたもうのは父なる神である。なぜなら父なる神と私とは一体であり、決して離れてはいないからである。我々は絶えず共に働き、父なる神の成したまうことは、私も、また、等しくこれをなすのである。身をもっとならせるために、父神は、実のなる枝を刈り込みたもう。実のなる枝を刈り込めば、さらに多くの実を結ぶことは、周知の通りである。枝は、あなたたちである。私があなたたちに与えた言葉のゆえに、あなたたちは刈り込まれる。その言葉とは、初めにあった言葉であり、実に、その言葉は神であった。ヨハネ伝1章1節。今こそ、あなたたちは、父なる神、すべてのものの父なる神の他に、生きている実存はないこと。父なる神の御霊がすべての生ける魂の中に宿っていたもうことを悟るであろう。私はその御霊なのである。神は御霊である。一個半個の霊ではなく、普遍、絶対の御霊である。御霊はそれ自身完全無欠であり、現象化する力、自己表現のための形態を創造する力を持ちたもう。実在を意識するにつれて、あなたたちは実在と一つとなり、実在を表現するようになる。認識や悟りは、骨念としてやってくるものではない。それは、次第に自分の中で成長していくものであり、その成長の様子に、あなたたちは気づくはずである。認識に努め、不断に理解に努めることによって、魂の中にある目覚めが起こり、我が内に宿りたもうのが神の御霊であり、それのみが天上天下におけるただ一つの創造力であることを魂は認識し始める。あなたたちは私の与えた言葉のゆえに、すでに刈り込まれたのである。ゆえに、あなたたちは私の名において、これまでより多くの実を結ぶであろう。私はあなたたちにとどまり、あなたたちは私にとどまる。ぶどうの木の幹にとどまらない限り、その枝は自らの力では実を結べないように、あなたたちも私にとどまらぬ限り実を結ぶことはできない。真がキリストのみが実在において語ることができる。ではキリストの名において語るがよい。そうすれば、あなたたちの言葉は、虚しく帰ることはないであろう。